はずがない。ここで全員の行動や言動を監視しているからだ。放火魔は火事場にいる。だから殺したのか、マイルズ。マイルズ・モーガン。で、この男が裏切り者である根拠は？最初に疑惑を持ったのは、悪魔災害の発生直後された案件の全てで、一番最初に現場に駆けつけた警察官は、モーガン。